こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。先日からのシリーズで今日が4回目になるんですかね。立花玲さんの著書の、幸福の資本論、こちらの先頭の20ページぐらいに書かれてあることをヒントに、幸せとは何か、子供を幸せにするにはじゃあどうすればいいのっていう、考えを深掘りしています。ぜひ、考えるヒントにしていただければなと思っています。で、何が正解とかっていうことはないので、考えるきっかけにしていただいて、でお子様の、進路選択の何かの、考え方の足しにしていただければなと思っています。で、一番最初にお話ししたのが、じゃあ幸せってどういうふうに掴んでいったらいいのっていうお話で、次に、貧困に陥ってしまう道っていうのが、2パターンぐらい、2つのパターンぐらいあるよねっていう話をしました。でその次が、プアジューっていうことで、地元に密着して、地元の、友人関係、先輩後輩、地元のつながりを、重きを置いて生きていく道っていうのもあるよねっていうお話をしました。で、今日取り上げるのがこのピラミッドの下から2番目の3つのうちのこの真ん中ですね。ここがソロ住って書いてあります。で、ソロ住っていうのに、ソロ住を結構多くの人が目指しているんじゃないのかなと思っていて、で今日のホワイトボードがこれなんですけれども、ソロ住っていうのがじゃあどういう状態かっていうと、お父さんお母さん親のお金ですね、親のお金を、子どもの能力を開発するっていうところに投じて、代表的なところが大学ですよね。大学を卒業するっていう形で、お子さんはお金もなければ能力もなければ社会的つながりもない状態で、まだ若いですからね、そういう状態で、今いるところを、お父さんお母さんのお金を投じることによって、子どもの能力を増やしてあげて、でその代表的なところが大学ですよ。で、卒業後どういう形になるかっていうと、お子さんとしてはお金は相変わらずないよね、で能力だけはお父さんお母さんに、つけさせてもらったと、で社会的なつながりもないよねっていうところで、人生をスタートしていく、大学を卒業した後、人生をスタートしていくことになると思います。で、この能力を使って、仕事をすることによって、給料という形でお金をもらう、あるいは、仕事関係、仕事をこなしていくことによって、仕事関係での社会的なつながりを得ていくということで、この3つ、をどうやって増やしていくかということが、最終的にどうやって、幸せをつかんでいくかという道になるんじゃないのかなということを、立花先生がおっしゃっていることを、私なりの解釈で説明するとこんな感じなんじゃないのかなと思っています。で、ソロ住の特徴なんですけれども、要は大学を卒業して、ある程度能力はありますよ、ただ他の2つ、お金、社会的つながり、こちらがないですよという状態です。で、特徴としては、大卒で、晩婚ですよね。会社に入って働かなければいけなくて、で、給料が上がっていくまで、22、23で大学を卒業して30ぐらいになるまでは、一生懸命働いて、お金を貯めるのか、つながりを深めていくのかっていうところで、この両端の2つですねを増やしていかなければならないので、なかなか、早く結婚してっていうのは難しいんじゃないのかなと思っています。で、もう一つのキーワードが都会にいるよっていうことだと思います。地元に根付いてっていうことはどっちかっていうと難しくて、都会の大学を出て都会で何か目標を持ってこういう収入になりたいなとか、例えば、年収1000万円を目指したいなとか、そういうところを目標に、言ってみれば野望を持ってというか目標を持って、都会へ出てきた子っていうのが言えるんじゃないのかなと思います。で、その次が、会社の人間関係、これが良くも悪くも、これしかないっていうところにつながっていくと思います。結局、都会へ出てしまうと、一人暮らしをして、で、会社へ
に行ったり来たりの往復になってしまって、で会社の人間関係が、主な人間関係、この一番右の社会的なつながりになってしまうというところですね。ですので、この晩婚ともつながっていくんですけれども、よく若者たちが出会いがない出会いがないって言いますけれども、結局会社の中でだけの人間関係なので、会社の中で、社内恋愛でもして、社内で結婚をしてっていうことができればいいんですけれども、そうそううまくはいかないもので、特に社内恋愛なんかだと、付き合ってみたはいいけれども、うまくいかなくて別れたなんてなると、その後、会社に居づらかったりとか、気分的にですね、そういったこともあって、そう簡単に、お付き合いを始めることができなかったりっていうところもあるんじゃないのかななんて思っています。でこれが意外に大きくて、所属、要は会社名だとかそういうところですね、あとは収入、年収がいくらなのかっていうところで、マウントの取り合いになるんじゃないのかな。で、これで負けたくないのでまた仕事を頑張る。で仕事を頑張ると、お金がうまいこと増えていけばいいですけれども、お金がなかなか増えなくてどうするのとか、社会的つながりが会社だけになってしまってどうするの、そこら辺が悩みになってくるっていうことだと思います。で、会社の人間関係もいい面ばかりじゃなくて、悪い面も出てくると思うんですよね。あの人が嫌だとか、あの人にいじめられたとか、人間関係辛いんだよねっていうところで、転職っていうことになってくると、その転職先がまたいいところに転職できればいいんですけれども、それが、うまくいくのかいかないのかっていうのがまた次の、関門になってくるんじゃないのかななんて考えています。で、転職の話からつながっていくんですけれども、その後、どういうふうになっていくかっていうと、最初の就職先っていうのがいつまでいられるのっていうところになってくると思います。でその背景には終身雇用がもう崩壊してるよねっていうところがあって、終身雇用が崩壊しているっていうことは、遅かれ早かれ転職しなければならないっていうことになってくると思います。そうすると、転職先が、うまいこと見つけられるのか、じゃあ転職市場で、自分をうまくアピールして、より良い転職先を見つけるためには、この3つの要素のうちどれが必要なのってなると、能力はもちろん必要ですよね。で、社会的つながりが必要で、できればそれが、同じ会社の人間関係だけじゃなくて、社外の人間関係をぜひ作っておかないと、そこから生まれてくる、こういった仕事があるよとかっていう情報っていうのがなかなか見つからないんじゃないのかな。で、下手にですね、転職エージェントなんかに手を出してしまうと、転職エージェントさんも商売ですので、転職させてなんぼの仕事のところにお願いをしてしまうと、転職先がいいか悪いかよりも先に、転職させるっていうことが目的になってしまうので、貧乏くじを引いてしまうなんていうこともあるんじゃないのかななんて考えています。で、先ほどの話と重なるんですけれども、会社以外は孤独だよねっていうところで人生をスタートすることになっていくと思います。で会社で、うまい人間関係ができればいいんですけれども、会社絡みっていうことになるとどうしても上司部下、あるいは同僚だとライバル関係っていう形になってきますので、それ以外のところで、人間関係が作れた方がいいよねっていうことで、この能力を使って仕事をして、稼げるお金、このお金をですね、ここから仕事から右側へ行く社会的つながりっていうのは会社関係にどうしても限定されてしまうので、仕事をして得たお金、このお金をさらにこちらへですね、投資していただいて、でそれはと、きっと趣味っていう形になってくるんだと思うんですよね。ですので、釣りバカ日誌の浜ちゃんみたいなイメージで、浜ちゃんが能力があるのかどうなのかっていうのは別なお話として、仕事をすることによって、給料という形でお金を得る。でそのお金で、釣り道具を買って、趣味という形で、会社とは別の人間関係、社会的つながりを得ていく、こんな形をしていくことによって、人生が開けていくんじゃないのかなって考えています。
で、まあそうすると結局また堂々巡りで戻ってきてしまうんですけれども、会社の人間関係以外で、社会的つながりを持って、でそこからお嫁さんとか、お婿さんとか、結婚相手を探すってなると、当然順番的に、能力を使って仕事、仕事の次にお金、お金の次に社会的つながりっていう順番になりますので、当然のごとく晩婚化っていうのが進んでいくんじゃないのかなっていうことになってくると思います。ですので、まあ息子さんお嬢さんが都会へ出られて、大学ということで都会の大学へ行って、で都会で就職をして、で一人暮らしをして頑張っている、でもそんな時に、早く結婚して孫の顔を見せてよなんていうプレッシャーをかけてしまうと、お子さんとしてはだいぶ辛いのかな、結局は一番後回しになっていくこの社会的つながりのところを早くしろってせっつく形になってしまうので、それはどうなのかなっていうことになってくると思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。